守り継いできた近代日本美術の傑作饒舌技巧と美の結晶を集めた展覧会です。明治の美術工芸を代表する七宝、作者の並川康幸は東洋の美の象徴黒にこだわり、漆黒の中に自然の彩りを封じ込めています。草花は繊細な金の線で縁取られています。線の内側にガラス質の釉薬を流し込み、鮮やかな色彩を作り出す釉青七宝。並川は日夜研究に没頭し、輝くような黒を生み出して七宝工芸の頂点を極めました。